シナノキの葉と樹皮シナノキは、シン・エングラー体系やクローンキスト体系では、シナノキか APG 体系では、アオイカシナノキ族の落葉香木。日本特産種である。長野県の古名であるシナノは、古くはカヤと記したが、シナノキを多く産出したからだとも言われている。九州から北海道までの産地に分布する。幹の直径は1メートル、樹高は20メートル以上になる。 樹皮は暗褐色で、表面は薄い鱗片状で縦に浅く裂けやすい。葉は五生し、長さ6から9センチメートル、幅5から6センチメートルで、先の尖った左右非対称の心型。周囲にはノコギリ乗馬がある。春には鮮やかな緑色をしているが、秋には黄色に紅葉する。初夏に単紅色の小さな花をつける。花は中産花樹で、 花柄が分子して、下に垂れ下がる。果樹の柄には包容をつける。果実はほぼ休憩で、秋になってこなすと果樹と共に落ちる。樹皮は、品川と呼ばれ、繊維が強く主にロープの材料とされてきたが、近年合成繊維のロープが普及したため、あまり使われなくなった。大型船舶の一部では未だに使用しているものがある。1990年代頃から、 地球環境を見直す意味で朝などと共にロープなどへの利用が見直されている。古くはこの木の樹皮を剥ぎ、茹でて取り出した繊維で布を織り品布、まだ布、まんだ布と呼び、衣服なども作られた。アイヌは衣類など織物を作るため品の木の繊維を使った。現在でもインテリア小物などの材料に使われることもある。 木部は白く年輪が不明瞭で柔らかく加工しやすいが耐久性に劣る。合板や割り箸、マッチの軸、鉛筆材、アイスクリームのヘラ、木彫りの民芸品などに利用される。ラワンを芯材とした品合板と呼ばれる合板の化粧面に多く利用され、芯材も品としたものは区別して品強芯合板、または品合板とも芯と呼ぶ。また、 花からは良質の蜜が採取できるので、花の時期には、養蜂家がこの木の多い森にて採蜜を営み、菩提樹の蜂蜜として製品化するところもある。シナノキは日本特産種だが、シナノ木族はヨーロッパからアジア、アメリカ大陸にかけての霊温帯に広く分布している。ヨーロッパでは西洋シナノキがある。シューベルトの歌曲「リンデンバウムで有名。また、 スウェーデン国王、アドルフ・フレデリックが1757年に、分類学の父と呼ばれる、植物学者、カール・フォン・リンネを貴族に助した際に、生として、フォン・リンネを与えたが、リンネとは、西洋品の木のことであり、これは、家族が育てていたことに由来するものである。ありがとうございます。